フェニックス・サンズ時代のベル・ラジャ・ベルは、アメリカ領、バージン諸島のプロモトバスケットボール選手。アメリカ領、バージン諸島戦と黒井島出身。ポジションは、シューティングガード。アメリカ領、バージン諸島代表として、国際大会への参加経験もある。1999年、北米の独立リーグである CBA のヤカマ、サンキングスから全体29位指名を受けた。 1999から00シーズンをサンキングスでプレーし、その年のオールルーキーチームにも選出された。2000年8月2日、サンアントニオスパーズと契約したが、シーズン開幕前に解雇された。その後、前年に所属したサンキングスと再び契約。2001年4月16日、フィラデルフィアセブンティシクサーズと10日間契約を結び、 NBA 選手としてのキャリアをスタートさせた。2000から01シーズンの最後5試合でのプレイだったが、プレーオフでも23試合中15試合に短い、時間ながらも出場した。特に、イースタイカンファレンス決勝のミルウォーキーバックスとの、第7戦レベルは2桁得点を挙げて、チームが勝利することに貢献した。NBA ファイナルでも5試合すべてに出場した。 2001から02シーズンはシクサーズで74試合に出場平均3.4得点でプレーオフでもボストンセルティックスに敗れた5戦のうち3戦に出場した2002年8月にはスペインリーグ1部リーガーアッコブのタウセラミカと契約したが9月に解雇されたその後2002年10月1日にダラスマーベリックスと契約すると75試合中に 出場した。そのうち32試合で先発出場を果たした。平均15.6分出場、3.4得点を記録した。2002から03シーズンのプレーオフでは、カンファレンス決勝までの17試合に出場し、平均5.7得点、3.0リバウンドを記録した。2003年9月26日、ユタジャズに加入、NBA してから、 最も活躍した年となった。この年、82試合すべてに出場して、先発したのは4試合だったが、平均24.6分の出場で11.2得点、2.9リバウンド、1.3アシストを記録した。2004から05シーズンはさらに成績は上向き、63試合の出場に止まったが、平均12.3得点、3.2リバウンド、 1.4のアシストを記録した。2005から06シーズンにはフェニックスサンズに移籍。これまではオフェンスよりもディフェンスで貢献する選手とされていたが、スティーブ・ナッシュによってシューターとしての才能を開花させると79試合に先発出場して37.5分出場、14.7得点を挙げた。また、この年、 キャリア最高の3ポイントシュート成功率44.2%をマークした。オールスターゲームにおける3ポイントシュートコンテストのメンバーに選ばれたが、家族の病気のため自体、代わりにギルバート・アリーナスが出場した。プレイオフのロサンゼルス・クリッパーズ戦では、オーバータイムに3ポイントシュートを残りわずかのところで決めるなど、シリーズの勝利に貢献した。 2006から07シーズンは、ランガン主体のサンズにいながら、オールディフェンスファーストチームに選出され、初の個人タイトルを受賞する。特に、74ものオフェンスファウルを誘ったことは、特筆に値する。個人スタッツは前、シーズンとほぼ同じ水準を維持し、チームは、リーグ2位の勝率で、レギュラーシーズンを終えたが、プレイオフでは、カンファレンスセミファイナルで、 サイアントニオスパーズに敗れた。2001年、アルゼンチンネウケンで開催された2002年世界選手権のアメリカ大陸予選を兼ねたフィバアメリカ選手権にバージン諸島代表の一員として参加。チームのエースとして7位入賞に貢献。ありがとうございます。